グライダー、グライダー、または、滑空機は、滑空のみが可能な航空機。日本における、航空法の航空機としては、滑空機に分類される。飛行機のように離陸、再上昇が可能なモーターグライダーの登場以降は、区別のためピュアグライダーとも呼ばれる、レトロニム。また、ハンググライダーやパラグライダーを略して、グライダーと呼ぶことがある。2008年現在、 人が登場するもの実機並びに FAI スポーティングコードに含まれる一定規格の模型がある。グライダーの国際競技を規定している FAI スポーティングコードのセクション 4C 模型航空機には以下のカテゴリーに模型グライダー並びに模型モーターグライダー13機種が含まれている。模型グライダーは FAI の模型航空競技の中でもスポーツ性が 高いものであるが、機体は選手が自作することが多く、ホビー、設定と制作とスポーツ、飛行操作が複合した競技活動である展示機と異なる。FAI が制定した国際級模型グライダーの他に、各国の模型航空統括団体などが独自に制定した国内級やクラブ企画もある。これらは大きさや形式が様々であり、スポーツ性、 趣味性、玩具性などの要素が混在しており、一概に区分できない。第二次世界大戦では、前線へパラシュート効果の訓練を受けていない兵士や車両、対戦車砲などを輸送するために飛行機で栄光する、軍用グライダーが各国で使用された。動力がなくとも、上昇気流を捉える技術のあるパイロットならば、高く長く飛行することができる。このような飛行を、ソアリング、 ソワリングと呼ぶ、日射による熱上昇風、サーマルを捉えるのが最も一般的で、山の斜面上昇風を使う地域もある。大きな山岳や大平原の気象条件が有利な、ため日本記録も国外で記録されることがほとんどであるが、500km 往復の日本速度記録時速 189km は日本国内で達成された。日本国内でも2003年に、 群馬県から岩手県にわたる地域で6000メートル程度の高度を使い、8時間で1038キロメートルが飛ばれている。ナスの山岳派、山などの風下に発生する大規模な大気のスタンディングウェーブを利用して、チョモランマ、エベレスト山の高度を超える当時の日本記録が作られた実績もある。日本人が作った世界記録も数多い。世界記録や 技能工場の楽しみのための認定機礎は、ジュネーブの世界航空連盟、フェダーションエリノーティキンターナショナル、ファイが管理している。距離の世界記録は、アンデス山脈での 3000km 超に至っている。人が登場する実機グライダーは、日本では航空法で規定された航空機であり、自家用操縦士、事業用操縦士の技能証明、上級と中級がある。 練習飛行を始めるには、航空身体検査のみで、操縦練習許可証が発行される、自動車における仮免許。ただし検定受験は不要でいきなり取得できる。最低年齢は、飛行機よりは各16歳。ただし操縦練習許可証は14歳から発行でき、練習ができる。飛行機に比べ費用、法制度のハードルが低いため大学のクラブでも、盛んに利用されている。 またパイロットを目指す者が将来へ向けて、グライダーから開始することもあるなど、初等練習機としての利用も多い。事業用操縦士の規定はあるが、乗員は2名までで、輸送業務なども許可されないため、現代では、スカイスポーツ、競技のみに利用されている。軽くて丈夫で製造しやすく、成形しやすい、繊維強化プラスチック、 FRP 製のモノコック構造のものが主流である。FRP 以前は合板を加工して機体を形作る木製構造や交換ハフバリと呼ばれる鉄パイプの骨格を布で覆うことで機体を形作る構造が主流であった。第二次世界大戦後でも日本の文部省がグライダーを奨励した時期もあり、日本国産機が国内の主要機だった時代もあるが、 1980年代以降は日本国内生産がない。現在生産しているのは主にドイツと東欧である。ドイツでグライダーが盛んになったきっかけは第一次世界大戦後に軍用機に制限が加えられたためという空軍パイロットの初期訓練によく使われた。外見で他の飛行機に対して最も際立った特徴となっているのが細くて長い主翼であり、 陽光比を大きくする形状となっている。アスペクト比、重陽比は非常に大きく、旅客機が6から7程度であるのに対してグライダーは15から22程度となっている。この大きなアスペクト比によって翼に発生する誘導抵抗が小さくなることにより、最新の旅客機で陽光比、滑空比が20程度であるのに対し、日本国内で使用されているグライダーでは28から、 60程度の滑空比を実現している。これは、つまり、高度1000メートルから飛行を開始し、高度0メートルになるまで無風で28キロメートルから60キロメートルの距離を滑空することができるということである。滑空比は訓練用の二人乗りのもの、アスク13、アスク21など、で28から38。 一人乗りのもので35から50程度、翼幅26メートルというような高性能機では、二人乗りでも60に達する。フラップにより、翼型を変化させ、高速性能を上げる機種も多い。ただし、翼型の設計の進歩に伴い1990年以降には、フラップのない機体が競技会で活躍したことから、 時長が重く低速飛行時のためフラップが安全上必要なエンジン付きの機体以外ではフラップなしの設計も再評価されている。高性能のグライダーでは翼内に 200L 程度の水タンクを備え上昇気流が強い場合に平均飛行速度を速くする機構を装備しているのが一般的である。水は着陸前に放出する。時長は一人乗りで 260kg。 二人乗りで3 8 0ラムが代表的なところ。エンジンは数十キログラムの加算となる。無病翼や可変翼のグライダーも試作されている。米国では個人制作の期待も一時盛んであった。日本国内でも東北大学のクラブなどで制作されたものがある。契機は速度、高度、 コンパスに加えて滑り、機体と気流が相対する方向と、機種の指す方向が一致していないこと。こうなると抵抗が大きくなるを見るための毛糸を、キャノピーに貼るのが基礎出る。この毛糸が常に、機体の軸線と一致するように操縦すれば、滑りがないということになる。これに加えて、周辺大気の上下度を知るために飛行機のものよりも、複雑な昇降系が装備される。 また初期訓練機以外は記録飛行や競技のためにグライダー専用の GPS 表示、経路記録装置と滑空距離計算コンピューターを装備している場合が多い。無線機としては従来は単波のグライダー周波数無線機が用いられてきたが、現在は航空用 VHF 無線機がほとんどとなった。3000メートル以上の高高度の飛行のため、トランスポンダーや 酸素供給装置を装備した機体も増えてきている。高性能機をソアラと称するなどした時代もあるが、現在日本では、放棄上は、滑空機の機体検査、対空照明について、極技 A、実用 U の区別があるのみである。動力滑空機、栄光装置ありとなしの2種についても、極技 A、実用 U がある。滑空機はさらにパチンコ打ち出し式の初級滑空機、 プライマリー、ウィンチ仕様の中級滑空機、セカンダリー、ウィンチに加えて、飛行機栄光のできる上級滑空機、ソアラーに分けられているが、日本国内では1980年代以降初級、中級機の日常的運行は行われなくなった。グライダーは、一般的に飛行機より強度が高く、一人乗りで荷重倍数プラス 5G、マイナス 2.5G 程度が典型的である。 極技用の機体はプラス 7G プラス 10G 程度の強度があり極技飛行機に比べて同等以上の高強度である。専用機では超過禁止速度が時速 300km 程度と一般的な機体の250時速 280km よりも速くなっている。日本国内では日本飛行機 P-8-3E4 金属機が本来は距離飛行用であるが普及している。 ヨーロッパでは草地に格納庫を建てて、グライダーを組み立てた状態で保管している場合が多いが、米国や日本では翼を抜いて、ライトトレーラーに格納している場合が多い。純格空気は毎日組み立て、分解が可能な設計となっているものがほとんどである。一人乗りでは二人で15分程度で作業ができる。距離飛行で野外に着陸した際に、その場所から、 飛行機栄光での離陸ができない場合はトレーラーを引いた車で回収する。グライダーには飛行機と同様一般に補助翼、方向打、昇降打の3打があり、操縦桿とペダルの操作により姿勢を変える。操縦桿を前後に動かすことで昇降打により機種の上げ下げ、ピッチングを左右に動かすことで補助翼により機体の左右の傾き、ローリングを 二つのペダルの踏み分けることで、方向打により機種の左右の振り、要因グをコントロールする。速度はピッチによって決まる。着陸の際は一定の速度を保ちつつ、着陸点を狙う必要があるため、ダイブブレーキ、または、スポイラー、エアーブレーキを使用して、着陸点への高価格を調整する。上昇気流を捉えることができないと一回の飛行時間は、ウィンチエコーで数分間。 飛行機栄光で15分間ほどである。初期の練習では、学習効果等を考慮して、1時間を超えるような、長時間飛行は行われないこともあるが、初単独飛行以後は、上昇気流を捉える技術を磨きながら、長時間滞空するようになってくる。一定の技量の目安としてのファイ技能脳銀賞は、滞空5時間、高度獲得1000メートル、クロスカントリー飛行。 距離飛行直線 50km が基準である。純グライダーは動力がなく自力では離陸できないため、ウィンチ栄光、飛行機栄光により離陸する。日本国内でも以前は自動車栄光も行われていた。ウィンチ栄光は、グライダーに800から 1500m ほど伸ばした金属、または化学繊維製のワイヤーロープを取り付け、これをエンジン、または 電動モーターにより動かされるウンチを使用して高速で巻き取る。それによりグライダーは急激に加速、上昇していく。最高高度300から600メートルほどに達したらグライダー側でフックを操作し、ロープを外す。飛行機栄光はグライダーにロープを取り付け、これを飛行機により牽引することで飛行機の上昇とともにグライダーも上昇していく。 一定高度600から900メートルほどになった時点で、グライダー側でフックを操作し、ロープを外す。グライダーにおいて、着陸は、その他の航空機と同様に最も危険な時である。全事故の80%が着陸時に起こっている。ただし重大な事故は、低空での失速によるもの場主である。着陸には、都合の良い位置と高度に適正な速度で戻って、 来なければならないため、操縦上は、高価格、軸線、速度を合わせるという操作が必要になる。高度が30メートル程度より低くなると地面との摩擦で風が弱くなるため失速に注意する必要があり、さらに低くなって翌服く,くらいの高さになると、翼の地面効果により空気抵抗が減って、滑空比が大きくな。設置する際には、失速ギリギリのところで設置すると跳ね上がったり、 着陸滑走が長くなったりしないが、タイミングを誤ると数メートルの高さから落着することになる。スカイスポーツとして、欧米では6月を中心に、グライダー競技会が盛んに開かれる。200から1000キロメートル程度の指定コースの平均速度を主に競う2年に一度の世界選手権には、日本人も出場しているが、成績位者は英仏独に多い。 国際競技会は、ファイの規則が原則適用される。競技カテゴリーは参加者により、一般、女子のみ、ジュニアと分かれ、国によりシニアもあり、期待別によく含む制限、オープンクラス、18メートルクラス、15メートルクラス、スタンダードクラス、15メートルクラスで勝つフラップのない、モノ、ワールドクラス、認定は、PW-5 の1機種のみ、クラブクラス。 15メートルクラスの機種で古いものに分かれている。日本選手権も開催されており120から280キロメートル程度のコースで実施される。高性能機種はまず競技のための最新機として販売されるため規則の変更とともに生産される。機体が変わってゆく。距離、速度競技とは別に、極技飛行のカテゴリーとしてのグライダー、極技世界選手もある。日本国内では、 グライダー、飛行機とも定期的な極技日本選手権は開催されていないがイベントなどで時折披露される。日本の滑空場は四国と沖縄を除き全国にある。広い平坦な用地を必要とするため河川敷を利用している場合が多く、利根川水系には目立って多い。飛行場や自衛隊基地を利用している場合もある。日本の飛行団体は 大学系と一般に分かれて各所にある。他国でも滑空場は空港とは別にあることが多い。日本は地形、気象とも変化に富ソアリングには公的な自然条件である。しかし谷や平地に住宅、送電線が多く、水田に水が張られている時期には場外着陸が容易でないことから高性能機と細か計画が距離飛行に必要とされる。 日本国内航空法でも諸外国と同じくグライダー、モーターグライダーは立着陸を飛行場外で行うことができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。